やーしかし壮観な眺めだな本当に。全キャラ7や同キャラって。当然8人の7使いが頂点を競う。ラウンド1出てくるのはヒロさんと川端さん。どっちもくれならや。あ、今固めてるのはどっち？おー、ダムシュー当てたのはヒロさんの7や。あー、カナダさんの7や。今度はヒットクリーンきっちりできてる。あーっと、うまく西井にジャンプピック重ねたが、ここはちょっと確か間に合わない。さ、割れて安っ。なんかみんなあれっすね、あのガークラゴの拾いが。まあぶっちゃけ慣れてないっていうのもあるかな。さあ畳みかけるのはあるある、本当に。ガークラ本当にみんな好きなんだけどな、ガークラ。ああ選手を受け身は西井で勝って、まず1本選手はかあれじゃないヒロさんの7や。さあジャンプで突っ込んでいった。あーヒット確認がちょっと高かった。さあいい感じにジャンプし当てていたが、ちょっと距離が遠くて。しかし依然として固めているのはヒロさん7やだったが、ここでターンが切り替わる。さあこっそり体力は5分。さあ着地に西合わせてジャンプめくりヒット。さあワンチャン割れそうだ。ここはこれはきつい。あーうまく逃げた。さあ動いてしまった。ここは我慢のしどころか。さあとジャンプミス当たったが、さあ避けて、あと垂直ジャンプが出ない。さあ中段見えてる。さあ今度は逆にヒロさんが割れてしまう。さあうまく拾った。投げは入れば死んでいたが、おおうまい入れっぱがり。食われないな。一本取り返す川端さん。ダウンの3ファイト。無駄だらけ。あーでしょ。あー拾って下段は見えている。あーね扱い崩しは分かってる。あーこの崩しは見えない。あー割れてまう割れてまう。大事な大事なガッツが割れそうになって入れっぱしたところにピッチにここ決める。さあやりたかっただけのサントリが虚しく画面端に追い詰められて、さあとなんか引っ張ってるけど気にしない。さあここは我慢、ここは我慢。やってしまった。さあいいヒット確認か。さあ中断、勝ったのはカナダさんなのや。いやーいい勝負だった。はい、アッシェスさんとタカさん。はい、出てくるのはあれ、タカさんがクレセントだ。タカさん本気出した。そんな強いキャラ使っちゃって恥ずかしくないの。あダウンド1、まあねクレセントの7はね強いよ確かに。さあ互いにピョンピョン飛んで
ターンの探り合い。さあここはまずターン掴んだのは足のね、悪いね、中断見えてない。さあここから崩して、あーああ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 あ、今度は勝利を見せたが、さあゲスパで逆に端に追い詰め、さあこれはイレッパーヒット確認からエレンダで殺して、まず一本取ったのはアシェさん。関東ランクそういえばあった、そんなもの。さあここはイレッパに、あとはコンボができない。さあ投げてごまかして、さあ、あーヒットがないか、あーハーフの使いすぎか。さあ勝利券、さあバクステ狩りだったがバクステに負けるっていう悲しさ。さあここは距離を取ってジャンプビーカウンター、たまらずサケスパー。さあ 2B 外打ち、ここはダッシュからうまい、できるとアシェナナや、エッジですね。なぜどうしてこうなったって感じのどうしてこうなった、さあアシェナナヤ VS カナタナナヤ。さあまず大きいジャンプに引っかかってターンを取るのはアシェナナヤ。さあまたもうまい感じにジャンプビーを当てていく。さあ気づけばもう体力が残り1割、1割もないかこれ。あ悪いね、一本取るのは足だね。さあ勝利のポーズ、光魔法かっこいいポーズ。さあまただよみたいな。さあ勝利券、昇竜拳バレてた。さあここはどんな投げが使ったところに2A が刺さったがコンボにはいけない。さあうまくヒット確認から、音ちょっと拾えない。さあ悪いね、おっとなんかやっちゃいけない先スポーをやったような気がしたが、さあこれはきつい。おえマジで、そろそろ行くか。さあ流れが傾かなかった、依然そのままだった。勝ったのはシュフルナナヤ、おめでとうございます。